アダム・ミツキエビチアダム・ベルナルト・ミツキエビチは、ポーランドを代表する国民的ロマン派詩人であり、政治活動家、旧ポーランド東部のノボグルデクで、弁護士の子として生まれる。1807年から1815年にかけて、ドミニコ会の修道院で学ぶ。その後、教職に就くために、ビリニュスにあるステファン・バトリ大学で学ぶ。学生時代には、ポーランド立憲王国として、 ポーランドを支配するロシア帝国からの独立を目指す若者による政治・教育地下組織の共同設立者の一人となった。1823年にロシアによって逮捕され、1824年にロシア領内への追放刑を受けたが、首都サンクトペテルブルクで文芸サークルに所属し、ビルの滞在時から始めていた施策の才能を伸ばした。 1828年には14世紀のリトアニア、大公国で活躍したドイツ騎士団、コンラード・フォン・バレンドットについての同盟の助示を発表し、その後にポーランドで続いた民族放棄に思想的な影響を与えた。1829年にロシア出国を認められ、ドイツのバイマルでゲーテにあった後にイタリアに向かい、最終的にはローマで創作活動を行った。 ここで三木エビチの代表作ともされる女子誌パンタデウシュを執筆。1832年にはフランスのパリに移り、1834年6月にパンタデウシュの初版を発行。同年7月には巧妙なポーランド人女性ピアニスト、作曲家だったマリア・シマノフスカの娘のセリーナと結婚したが、不和によってセリーナは精神的に病み、 1838年には、三木エビチ自身が、当真自殺未遂を起こした。1840年にはコレージュとフランスに、新設されたスラブ語、スラブ文学のトップとなったが、1844年に、辞任し、以後は神秘主義の傾向を強めた。1848年から1849年にかけての冬には、フレデリック・ショパンが病気だった三木エビチを訪れ、 ピアノ演奏によって彼の心を癒した。ショパンは12年前に三木エビチの歌2編に旋律をつけたことがあった。1849年にはフランス語の新聞、ラトリビューンデスパープを創刊したが1年しか持たなかった。三木エビチにとってフランス帝国の復興は新たな希望となり、その最後の創作はナポレオン3世への昇華と言われている。1855年。 妻のセリナが亡くなると、ミツキーエビチは、クリミア戦争に、ポーランド人部隊を派遣して、ロシアと戦うため、パリに未成年の子供たちを残して、オスマン帝国のコンスタンティノープルに移動して、準備を進めたが、その最中に、同地で病没。死因は、これらと推測される。死後、彼の遺体は、コンスタンティノープルで、仮埋葬された後に、フランスに移されたが、 1890年にポーランドに移され、クラックフのバベル大聖堂の地下室に安置された。ワルシャワのアダム・ミツケエビチ像・ミツケエビチの母語は、ポーランド語で、彼自身も基本的にポーランド語で創作活動を行ったが、もともとはリトアニア人の家系で、住んでいたのはベラルーシだったため、ポーランド・リトアニア共和国として一体性を持っていた。 この地域の複雑で豊かな文化的土壌によって育まれた。ポーランドでは国民的詩人としての評価が与えられ、上記のようにクラックフのベバル大聖堂に埋葬されたほか、首都ワルシャワにあるポーランド大統領府の北側にはミツキエビチの銅像が建てられ、ポズナニではアダムミツキエビチ大学が設置されている。1998年にはアンジェイ・ワイダによって、 カンタデウシュが映画化された。一方、リトアニアでも敬意の対象となり、リトアニアでは首都ビリニュスに博物館が置かれ、1998年には生誕200周年の記念硬貨が発行された。このほかベラルーシの首都ミンスクやグロドのウクライナのリビウなど、かつてのポーランドリトアニア領の各地に銅像が残っている。また、ミツキエビチが長年居住したパリア、 死没地のイスタンブールでも博物館があり、現在でもその知名度は高い。同作品は1811年から1812年のリトアニアを舞台にし、ロシア支配への反抗や登場人物の人間関係を描きながら、最終的にワルシャワ大公国を創設したナポレオン・ボナパルトがリトアニアを解放するという内容。ただし、ナポレオンは1812年ロシア戦役で敗北し、 リトアニアは再びロシアによって支配された。この数ヶ月後にショパンは病死した。同大聖堂にはポーランドの歴代国王や国民的英雄が埋葬されている。ポーランド人民共和国時代の1955年、旧王朝名にちなんだピアスト大学から解明。ありがとうございます。